二分化大細胞型リンパ種は T 細胞性リンパ種の一型である。この疾患は1959年、スタインラによって提唱された悪性リンパ種である。主要細胞が豊富で類同新順像が見られ、接着性の高い包帯と腎臓様、馬蹄様と呼ばれる特徴的な異形の大型核を持つ、という組織学的特徴を持つ。また、CD30。 エマ陽性という免疫組織学的特徴も有する。アルクルの分類は時代の変遷とともに大きく変わってきた。当初は蒸気の組織学的特徴があれば T、B 細胞型の両方ともがアルクルとされていたが、後に B 細胞型は微慢性大細胞型、B 細胞性リンパ種に分類されることになった。ライル分類では、形態学的な特徴の際から放置菌 SDGs などに独立した疾患分類とされていたが、風分類第3番ではひとまとめに、アルクルとされ、また第4番では、アルック陽性、陰性とそれぞれ独立した疾患分類とされることになった。同じく第3番では、プライマリーキューティニアスワルクルという疾患名であった、もの、および、良性の増殖性疾患と考えられていた、リンパ腫様急心症は、第4番では、 原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞、増殖性疾患にまとめられている。この記事では、以降は、上2つの疾患について述べる。病院は分かっていない。アルック陽性のものは、若年者に多く平均発症年齢は20代、前半である。小女にも見られる。一方アルック陰性のものは、高齢者に多く平均発症年齢は50代である。症状は、 一般的な悪性リンパ種の症状と同じである。不死外病変を有することが多い診断の決め手となる。上記の組織学的診断によって行われる。病気分類も他の悪性リンパ種と同様である。高悪性ドリンパ種に一般的な CHOP 療法を行う。原極期には放射線療法を併用する。CHOP などの多剤併用化学療法が主に行われる。 自家造血幹細胞移植併用大量化学、両方も試みられているが、目立った成績改善には至っていない。ブレンツキシマブベドチンが CD30 陽性再発、難治性の全身性未分化大細胞リンパ腫に対して欧米で認可されており、日本でも2014年1月に承認された。5年生存率は約70%と良好である。難治例が多数を占める。 5年生存率は50%以下である。ブレンツキシマブベドチン治療例の長期予後はこれから明らかになっていくと思われる。血液内科、ありがとうございます。